急な下り坂などではこちらの B、 エンジンブレーキの B です。こちらをご使用ください。ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はいろんなシフトレバー、メリットデメリットということで、最近いろいろな形が出ておりますシフトレバーを使い方とともに特集していきたいと思います。実は今回こちらの動画を取り上げようと思った理由がですね、以前に今更聞けないハイブリッド車のシフトレバーの使い方という動画をショート動画で投稿しておりまして、25万回も再生していただきまして、たくさんの再生ありがとうございます。その動画にですね、多数のコメントをいただきまして、賛否両論いろいろなコメントをいただきました。非常に軽い力で使えて、慣れるととっても使いやすいシフトレバーですというご意見から、ちょっと操作の間違いが起きやすいんじゃないかとかですね、いろいろなご意見をいただきましたので、今回はシフトレバー、車によっていろいろな形がございます、そちらの使い方とメリットデメリットをお話ししていきたいと思います。ジャパンカーレスキューでは車に関するいろいろな動画を投稿しておりますので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速、いろいろなシフトレバーの使い方&メリットデメリットということで、今回はオートマガソリン車編ということでお送りしていきます。まずはトヨタヤリスから見ていきたいと思います。こちらのシフトレバーは非常にシンプルなストレートのタイプとなっております。こちらのヤリスハイブリッド車なんですけれども、後ほどご紹介します電子制御式のシフトセレクターではなく、通常のストレートのタイプのシフトレバーが使われております。こちらのタイプはですね、ブレーキを踏みながらシフトノブについているスイッチを押しながらレバーを動かすというものになってます。シフトの横にボタンがついているタイプのものもありますし、ヤリスの場合はこのシフトレバーの裏側ですね、ここについてます。ではシフトレバー操作していきましょう。まずは今パーキングに入ってます。一つ動かして R です。バックカメラがついてるのでディスプレイオーディオの表示が切り替わってます。もちろん警告音も流れます。もう一つ下げます。ニュートラルに入りました。そして次ドライブですね。ドライブに入ってます。そしてもう一つ下げますとB、 こちらハイブリッド車ということでエンジンブレーキの B です。ガソリン車の一速二速のようなものですね。急な下り坂などではこちらの B、 エンジンブレーキの B です。こちらをご使用ください。移動するときにこのボタンを使って移動していきますので、 N にはボタンを押さなくても入るんですけれども、 R とか B には必ずスイッチを押さないと入らないようになってます。 N と D だけはこうボタンを押さなくてもですね、移動できるようになってます。そして R、 パーキングももちろんスイッチを押しながら入れます。従来からあります一番シンプルなタイプのシフトレバーです。ブレーキを踏みながらスイッチを押して下に動かして R、 ブレーキを踏みながら動かしてニュートラル。ドライブとニュートラルはブレーキ踏んでればスイッチなしで入ります。エンジンブレーキの B もスイッチを押しながら入れます。で、また R からはブレーキボタンを押しながらですね、移動していきます。こういった非常に従来からある形のシフトレバーです。メリットは非常にシンプルな操作性で誰でも使いやすいというところです。たまに走行していてですね、トンと当たってニュートラルに入ってちょっとびっくりするようなことはなくはないですけれども、ほとんどないかなと思います。非常にシンプルでパッと見て誰でも使いやすいので、現在でも多くの車種で使われておりますね。軽自動車などはほとんどこのタイプが多いかと思います。またヤリスの場合はですね、メーターのところに大きくシフトポジション表示されてますので、何のシフトレンジに入っているかというのがパッと一目で分かりやすいですので、とてもいいと思います。シフトレバーの位置によってシフトポジションが固定されますので、特にここの部分光ったりとかはないですけれども、よく分かりやすいなという、シフトレバーの位置でもシフトポジションを判断できるというところがメリットです。デメリットとしましては、電子制御してませんので、仮にドライブに入れます。ドライブに入れたままエンジンを切ろうとしますと、駐車時は P レンジに入れてくださいということで、エンジン切れません。
なのでそういう時は忘れずに、もちろん警告も出ますけれども、シフトレンジに入れまして、そしてさらに電源オフしてくださいと出ますので、電源をオフにします。このあたりが電子制御式ではないので、自分で操作しないとシフトポジションを勝手に変更したりはしてくれないというところがデメリットかなと思います。それでは平成22年式ボクシーに乗り込んでまいりました。こちらはゲート式のシフトレバーが採用されております。ゲート式シフトレバーが一番いいよというコメントも何人かの方からいただいたんですけれども、残念ながら最近の車ではこのゲート式シフトレバー見かけなくなりました。あまり採用される車が減っているんではないかなと思います。それでは実際に使っていきましょう。ブレーキを踏んで横に動かして、下に下げて R、 一応バックカメラも映っております。でそのまま下に下げまして、ニュートラル、ニュートラルに今入っております。で下に下げてドライブですね。でこの M に入れますと、マニュアルの M ということで、一応プラスマイナスと動かすことができます。こちらのシフトレバーはですね、特にボタンとかはないので、階段状になってるのをカタカチャカチャカチャと動かしていくっていう感じですね。デコボコに合わせまして、一度左に動かしまして、下に下げると R にこうくるんと入ってくれます。そして、まあ、下に下げてニュートラル、そしてドライブ、マニュアルとこう動かしていけるというものですね。M、 今走行してないんで M の位置から変わりませんけれども、こういう感じでですね、走行しながら使えるというものですね。ゲート式のシフトレバーのメリット、1つ目、こちらもストレート式のシフトレバーと同様に、シフトレバーの位置で入っているシフトポジションを確認できるというところがあります。一応メーター上にもですね、小さくですけれども P と今出てるんですが、表示自体があまり大きくはないので、このシフトポジションで判断すると非常にわかりやすいというところですね。またこう横に動かしたり縦に動かしますので、あまり入れ間違いっていうのも少ないんじゃないかなと思います。スイッチ等も触らなくて動かせますので、そういう点では便利かと思います。ドライブに入れてますけれども、エンジン切ってみます。そうすると今入ってますね、はい、これでまあ動かせるんですけれども、パーキングに入れましたので、今エンジンを切ります。ゲート式シフトレバーのメリットはと言いますとですね、今エンジンかけてないんですけれども、シフトロックというボタンを押しながら動かすとですね、実はこれシフトレバー動いちゃいます。はい、今ブレーキも踏んでないんですけれども、このボタンで動かせてしまうっていう、これがまあ一つのメリットです。今エンジンかかってませんけれども、通常はこう動きませんよ。通常は動きませんが、このシフトロックというボタンを押しながら動かしますと、なんと動かせちゃいます。これを使うタイミングっていうのは通常はないんですけれども、例えばエンジンがかからなくなってしまったというような時にですね、このニュートラルに入れて動かなくなった車動かします。ニュートラル状態だと実は手押しで車を押すことができるんですね。なんで故障して動かなくなってしまったですとか、事故にあってエンジンをかけられる状態にないという時にですね、このシフトロックでシフトポジションを動かすことができますので、ニュートラルに入れて車を動かせるというメリットがあります。ジャパンカーレスキューレッカー屋さんなんですけれども、レッカー業者からすると非常に便利な機能です。通常はですね、使わないと思いますので、パーキングに、エンジンを切ってるときはもちろんパーキングにしていてください。ではゲート式のデメリットを見ていきましょう。デメリットと言いますと、そんなに大きなデメリットではないんですけれども、まあこう横に動かしたり縦に動かしたりと動きがいろいろと出ますので、ストレートの方が操作としてはしやすいのかなと思います。こちらはボタンとかはないんですけれども、なんとなくこう、なんかこう使い慣れると使いやすいけど、なんかこうちょっとガタガタと動く感じがあまり好きではないなという方もいらっしゃるかなというシフトレバーです。私の個人的な意見ですけれども、ゲート式よりはどっちかっていうとストレートの方が好きかなというところですね。こういうご意見の方も多いのか、なんとなくこのデザイン的にですね、階段状が好きな方もいるし、あんまり好きじゃないという方もいらっしゃるかなというところで、最近ではあまり採用されなくなっているこのゲート式のシフトレバーでした。
それでは平成23年式のタントに乗り込みました。こちらはコラムシフトというシフトレバーです。現在パーキングに入ってます。このスイッチを押して下に動かしてバック、ニュートラル、ドライブ、で、S、そして B と動かします。だいぶノブ自体が下の方まで行きますね。B まで来ると、ここの位置がかなり下まで来ます。S、D、N、R、パーキングと、うん、N と D のところはこれボタンを押さなくても動きますね。はい、他はボタンを押さない。 S まで入ります。ただここから下はボタンを押さないと入りません。この S、D、N だけはこのボタンを押さなくても入るようになってます。最近ではですね、このコラムシフト、ほとんど見かけることがなくなりました。流行り廃りとかもあるのかなとは思いますけれども、こちらのシフトレバーのメリットは、意外とこうシフトレバー動かしやすいっていうところあるかなと思います。結構ですね、こう、軽い力で動かせる感じはあるんで、まあいいのかなと思いますね。ベースの問題ですかね。ストレート式よりは空間におけるレバーの大きさはあるんですが、こう、でも意外とこう、小スペースというか、この、インパネ周りにシフトレバーが入ってこないので、特に何にも使っていないことが多い。今は走行支援のスイッチなんかがあることが多いですけれども、この位置にシフトレバーを持ってくることによって、インパネ周りを効率的に使えるっていうメリットがありますかね。操作はしやすいです。そんなに力もかかるわけではないので、操作しやすいかなと思います。ただしデメリットはですね、このパネルのところにも書かれておりますように、P から D っていう感じで、シフトレバーの位置で、一体何のシフトに入っているのかというのは分からないシフトレバーになってます。ですので、必ずこのメーターにありますシフトのポジションを見ていただきまして、見ていただく必要があります。なので、実はこれ私が乗ってるタントカスタムなんですが、結構ドライブのままですね、エンジンを切ろうとしてしまうことがあったりします。もちろん完全に切れはしないんですけれども、切れないので、あ、入れ忘れてたなって気づくんですけれども、忘れやすいシフトなんではないかなと。私個人がよく入れ忘れるので、入れ忘れが起こりやすいんじゃないかなと思うシフトレバーです。エンジンはちゃんと切りましょう。したので切ります。残念ながらコラムシフトほとんど見かけなくなりました。採用されている車は少ないのではないかなと思います。ドライブに入れるときはブレーキを踏んで右に動かして下です。